皆さんこんにちは、ニューアロボ TV の美里です。今回の企画は人気ブランドの秋服新作一気見せバージョン1です。きれいめカジュアルやカジュアルテイストがお好きな方に向けて、人気ブランドの秋服新作をブランドごとに1着ずつご紹介するという超大作です。今回ご紹介するブランドさんはこちらになります。ビームスボーイさんだったり、ビューティー&ユースさん、あとはトゥデイフルさんなど各ブランドのプレスさんにお聞きした推しアイテムがたくさん詰め込まれているので、この動画を見ればこの秋に何を買えばいいかわからない方や、この秋のトレンドアイテムが欲しい方など、もうファッションの秋って感じでたくさんの秋服が知れると思うので、ぜひ最後までご覧ください。でモデルとして骨格ごとに着用しているので参考になれたら嬉しいです。さらに今ならゾゾタウンで使える1万円分のポイントをプレゼントしています。詳細はコメント欄に掲載してますので、ぜひご応募お待ちしてます。それでは早速1つ目のブランドさんから新作アイテムを見ていきましょう。ではまず最初のブランドさんはビームスボーイさんです。でビームスボーイさんはこうメンズライクさとトレンドっていうのを落とし込んだアイテムが得意なイメージがあって、配色やディティールなどにこうファンが多いブランドさんだなと思ってます。私もその一人です。ということで早速1つ目と2つ目の秋新作アイテムはこちらのジャケットとスラックスです。カラーワン2色展開で今回はチャコールグレーをピックアップしました。やはり今年もセットアップはトレンドなので押さえておきたいアイテムの1つです。でセットアップってこう決めすぎてる感っていうのがあると思うんですけど、それを和らげたい時は今出ているようにこうジャケットの中に着るアイテムにカジュアルさを入れるのがおすすめです。あとはこちらのニューエラの別注のキャップも3つ目の新作アイテムなんですが、こういったキャップを取り入れてセットアップを着るとカジュアルダウンできるので、これもビームスさんらしさも入って可愛いかなと思います。続いて4つ目のアイテムはババアさんとの別注アイテムになります。でカラーは2色展開で今回はオリーブをピックアップしました。でこれはビームスボーイさんだけのスペシャルモデルであるこうソーンベリーっていうもので、これがシルエットがこうボックスシルエットで、もうどんなボトムスとも相性が良くて、秋口から着用できる短丈なのが本当特徴の一つです。ということで長くもうずっと愛し続けられるアイテムをお探しの方におすすめです。今回着用しているボトムスも5つ目の新作アイテムで、ルームウェアのようなこうシルエットでリラックス感がありつつ、大きさや太さの異なるこうロゴでこう都会的な印象があって、コーデのアクセントになってくれるアイテムだなと思いました。続いて6つ目のアイテムはこちらのオールインワンです。カラーは2色展開で今回は上品さのあるモーブ系をピックアップしました。今年はこういったオールインワンもトレンドの一つで、綺麗なシルエットに加えてこうアレンジが可能な点がビームさんらしいアイテムだなと思いました。続いて7つ目のアイテムはこちらのチャンピオンさん別注のパンツになります。カラーは2色展開で今回はグレーをピックアップしました。でチャンピオンさんの名品であるこのリバースウィーブの別注なので、素材はもうもちろん言うまでもなく履き心地は最高で、足元にさりげなく入ったロゴが可愛いポイントだなと思いました。カジュアル要素があるこうスウェットパンツなので、シャツとかローファーでカッチリ要素を加えたコーデに今回はしてみました。続いて8つ目のアイテムはこちらのコートになります。カラーは2色展開で今回ネイビーをピックアップしました。このカラーとこのチャイナの個性的なこのデザインでかなりおしゃれ見えするジャケットだと思いました。で周りと差をつけたい方や、こう新しいデザインにチャレンジしたい方におすすめのアイテムです。コーデはジャケットをメインにするために結構薄めのカラーパンツと合わせて今回組んでみました。続いて9個目のアイテムはこちらのカーディガンです。カラーは3色展開で今回はピンクをピックアップしました。モヘアのこの可愛らしさとハンドメイドのようなこの透け感、あとはなんといってもこの配色のデザインに惹かれるアイテムだなと思いました。一癖あるカーディガンを探しの方はぜひ手に取っていただきたいアイテムです。続いて10個目のアイテムはこちらのシャツです。カラーは3色展開で今回はサックスをピックアップしました。とろみのあるこの素材と大ぶりなフリルが女性らしさのあるアイテムだなと思いました。でカジュアルが好きだけどたまには女性らしさも欲しいって時があると思うので、そんな時にぜひ取り入れていただきたいシャツだなと思いました。でこれ前後2ウェイでこう使えるアイテムなので、その点もすごい嬉しいポイントだなと思います。続いて11個目はこちらのアイテムです。でカラーは2色展開で今回はバーガンディをピックアップしました。でスポーティーなこのジャージ素材だけど短丈でこう可愛らしさもありつつ、こうフルジップなので機能面もいいっていう、もう突っ込みどころがないアイテムだと思いました。で今回はこうきれいめなスカートと合わせてカジュアルときれいめのミックススタイルにしてみました。最後12個目のアイテムはこちらのニットです。でカラーは2色展開で今回はグレーをピックアップしました。このニットも配色が珍しく目を引くアイテムで、さらにこう透け感っていうのもあるので今年っぽさもあるニットだなと思いました。リラックス感のあるサイズなので、こう袖が手首くらいまでくるのも細かい部分ではあるんですが、すごい可愛いなと思うポイントでした。ということで以上ビームスさんの新作アイテムのご紹介でした。
はい、次のブランドさんはメゾンスペシャルさんです。で、毎年新作アイテムを見るのが楽しみなブランドさんの一つで、メゾンスペシャルさんらしさのある想像以上に可愛いかっこいいアイテムが発売されるので、本当ワクワクしちゃいますよね。そんな秋新作アイテムの一つ目と二つ目はこちらのジャケットとパンツです。カラーはそれぞれ3色展開で、今回はグレーをピックアップしました。それぞれこう単品売りではあるんですが、今出ているようにセットアップでも着ることができるアイテムです。通常のこうテーラードジャケットよりかなりこう高めの位置にテーラードカラーがあるのが特徴で、細身のボックスシルエットでメゾンスペシャルさんらしいこうモード感があって素敵だなっていう感じでした。でパンツも今年らしいこうスリムストレートで本当美脚だったので、ぜひチェックしてみてください。続いて3つ目はこちらのアイテムです。カラーは2色展開で、今回はベージュをピックアップしました。でこういったこの異素材ミックスのワンピースといったらメゾンスペシャルさんじゃないですか。可愛いって言葉が漏れるぐらい惚れたアイテムなんですけど、このメンズアイテムで使われているツイードをあえてこのアイテムに落とし込んだメンズラエクサとワンピースっていうこの女性らしいアイテムの掛け算が本当素敵すぎるなっていう感じでした。1枚着るだけで本当決まるアイテムなので、お探しの方にぜひおすすめです。それで4つ目のアイテムはこちらのカーディガンです。カラーは3色展開で、今回はグレーをピックアップしました。でこの美獣がね、こうきらびやかで可愛いカーディガンでした。これ一点一点この美獣を手作業でつけてるってことで、作り手さんの背景みたいなの知るとより愛着が湧くかなって思います。でシンプルな形で使いやすくて、さらにこう美獣があるのでアクセントになるっていうので、すごくおすすめなアイテムです。で今合わせてるこちらのスカートも5つ目の秋新作アイテムで、カラーは3色展開で、今回はカーキをピックアップしました。でローウエストの巻き下丈でこうトレンド感あふれるシルエットです。またスレキっていう、こう主にこう洋服の裏地やポケットの裏に使用されている生地をこうあえてこう挟み込んで、ヴィンテージの加工感っていうのがあって、本当深みのあるアイテムだなと感じました。今回は甘さのあるカーディガンと合わせて甘辛ミックスのスタイリングにしてみました。続いて6つ目のアイテムはこちらのニットです。カラーは4色展開で、今回はブラックをピックアップしました。でランダムにこうデザインされたグラフィックが他にはないデザインだなっていう感じで、とっても素敵でした。リラックス感のあるサイズなんですが、この短丈と深めの V ラインっていうのがあって、スタイルアップ効果もあるニットだなと思います。で今回はシャツとレイヤードするスタイリングで今年っぽくしてみました。続いて7つ目のアイテムはこちらのジャケットです。カラーは2色展開で、今回はブラックをピックアップしました。で今年のトレンドであるこのリボンが散りばめられたアイテムです。またこちらはこう袖を取り外して 2way で着用可能なので、安心して秋からもう冬まで着用できるかなと思います。脂肪感と凹凸感のある素材になっているので、とても高級感のある素材でした。このリボンの調整ができるので、自分仕様にアレンジできる点も面白さがあって推しポイントの一つです。最後に8個目と9個目のアイテムはこちらのバッグです。カラーはそれぞれこちらになります。で今回コーデにそれぞれ合わせてみましたが、こうスタッツがついてる方はこう小ぶりなので、そこまでハードな印象にはならず、こうアクセントになって、スタッツがついていない方はこうメゾンスペシャルさんのこのメタルロゴが際立っていて可愛かったです。とにかくもうどちらも合わせやすいサイズ感で、2個買いもありなんじゃないかなっていう感じで、こうスタッフ内では話していたアイテムです。でこのバッグはウェブ限定商品なので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで以上、メゾンスペシャルさんの秋新作アイテムのご紹介でした。次のブランドさんはエトレ東京さんです。エトレ東京さんのブランドメッセージがあるんですけど、よく笑って、よく泣いて、よく踊って、よく食べる、昨日より今日の自分が好きになるって、このメッセージ、本当に私それを知った上でこのエトレ東京さんたちのアイテムを見ると、なるほどなってなるラインナップだなってすごい思ってて、そのメッセージも好きなんですけど、私はそのアイテムもすっごく好きで、でも日々進化していくこの私たちの背中をグッと押してくれるブランドさんだなと思います。ということで、まず1つ目と2つ目のアイテムはこちらのジャケットとパンツです。カラーは3色展開で、今回はベージュをピックアップしました。でオーバーサイズのジャケットってこう一歩間違えるとちょっとだらしない印象になることがあるかなって思うんですけど、これはシルエットにかなりこだわって作られているってことで、こう綺麗めに着こなすことができました。ジャケットもパンツもとにかくこのシルエットが美しいっていう感じで、みんな口を揃えて言うぐらい感動していて、私も結構リアル映えしそうな予感大のアイテムです。続いて3つ目はこちらのアイテムです。カラーは2色展開で、今回はチャコールグレーをピックアップしました。とろみと落ち感のあるワンピースで、こちらはとにかく着心地が最高で、もうなんか優しくこう包まれているような感覚でした。でこう慌ただしい日にこのワンピースを着ると、もしかしたら心を落ち着かせてくれる効果があるんじゃないかと撮影中に思いながら着ていました。シルエットも綺麗なアイラインで、こう体型関係なく着ることができるアイテムだと思います。
続いて4つ目と5つ目のアイテムはこちらのカーディガンとパンツです。カラーは3色展開で、今回は ZOZO 限定のベージュをピックアップしました。カーディガンもニット、パンツもニットっていうこの組み合わせって本当可愛くないですか？でこう季節感もあって個人的にとっても好きなコーデの一つなんですけど、今回はセットアップで着ていますが、それぞれでも大活躍するアイテムだなと思います。続いて6つ目のアイテムはこちらのシャツです。カラーは3色展開で、今回はホワイトをピックアップしました。でサイドにこう絞りがあるので、お好みの長さだったりシルエットだったりに変えることができます。かなりオーバーサイズなので、こうワンピース感覚で着ることができるアイテムでした。で今回着用しているこちらのパンツも7個目の新作アイテムで、カラーは3色展開で、今回はブラックをピックアップしました。で今回はこのスタイリングの関係で見えなかったんですが、こちらのようにミニスカートとセットになっているレギンスです。でこちらも本当にとにかく履き心地が最高で、もうずっと履いていたいくらいでした。でストレッチ性がありながら体にフィットしてくれるので、レイヤードスタイルをしたい方に特におすすめのアイテムです。続いて8つ目のアイテムはこちらのベストです。カラーは3色展開で、今回はこちらをピックアップしました。トレンドのフリース素材のアイテムなので、もう着るだけで今年っぽい雰囲気を作ることができるかなと思います。程よくオーバーサイズで、少しこう丸みのあるコクーンシルエットになっているので、モード感もあるかなと思います。で今回中に着ているこのニットのプルオーバーも9個目の新作アイテムで、カラーは2色展開でグレーをピックアップしました。これも秋に欠かせないコンパクトなサイズ感のニットで、こちらは今出ているようにこうレイヤードスタイルにはもちろん、サイドにギャザーデザインがあるので、メインとしても大活躍してくれそうなアイテムでした。最後10個目のアイテムはこちらのトレンチコートです。カラーは2色展開で、今回はベージュをピックアップしました。でリラックス感のあるシルエットサイズ感なので、ほんと着るだけでこなれた印象になれるトレンチコートだなと思いました。今年新しくトレンチコートを買いたいと思っている方、ぜひチェックしてみてください。ということで以上、エトレ東京さんの秋新作アイテムのご紹介でした。次のブランドさんはアメリさんです。アメリさんにしかないこう世界観だったり、デザイン性だったり、トレンド感など、ほんとこだわりが詰まってるアイテムに大ファンが多いブランドさんの一つだと思ってます。今年の秋アイテムもほんと見るだけでワクワクするアイテムが豊富に揃っているので、早速ご紹介していきます。まず一つ目のアイテムはこちらのジャケットです。カラーは3色展開で、今回はグレーをピックアップしました。ところどころに施されたフェイクなデザインが斬新で素敵なデザインだなと思って、ほんと虜になったジャケットでした。ジャケットの中に着ているこちらのレースのトップスも新作アイテムの2つ目で、カラーは2色展開で、今回はブラックをピックアップしました。でこの3種類のレースを組み合わせているのが特徴のトップスで、こう袖が長めに作られているので、今出ているようにアウターからこうチラ見せして、さりげなく女性らしいレースアイテムを取り入れることができるので、可愛いなと思いました。こういうアイテムを持っていると、コーデに奥行きが出て、さらにこうおしゃれ度がアップさせられると思うので、おすすめです。でまたこちらのスカートも3つ目の新作アイテムで、カラーはミックスのみです。で存在感のあるこの柄、デザイナーさんの手書きをそのまま落とし込んだそうなんです。でこんなね、特別感のある柄をシアーにあえてプリントしたり、あとはプリーツ加工にして着回しやすくしたり、本当にこだわりが詰め込まれたスカートです。でコーデに本当取り入れるだけで、華やかさや高級感を出してくれるに違いないアイテムだと思います。続いて4つ目はこちらのアイテムです。カラーは2色展開で、今回はブラックをピックアップしました。でこれまたまたびっくりしたんですけど、細かいこの柄全て手作業でプリントしてるらしいんですよ。なので一点一点この個体差があるのが特徴で、世界に一つだけのワンピースって感じだなと思って、すごく素敵だと思いました。サイズも結構リラックス感があるので、こうざっくりな感じが可愛くて、スタッフから大人気のアイテムでした。続いて5つ目のアイテムはこちらのジャケットです。カラーは3色展開で、今回はアイボリーをピックアップしました。で商品名にある通り、ユーズドライクな雰囲気のあるフェイクレザーのジャケットです。でみんなが嬉しいこの小顔効果のある大きなこのスタンドネックもありつつ、こうゆったりとしたシルエットなので、中に着るアイテム次第では冬まで使えるアイテムなので、とてもおすすめです。続いて6つ目のアイテムはこちらのトップスです。カラーは2色展開で、今回はブラックをピックアップしました。でこの毛足の長いフリンジが印象的なトップスで、トレンドの透け感も兼ね備えた、もうすごくトレンド感あふれるアイテムだと思います。着るだけでスタイリングがこう立体的になるので、アクセントになるアイテムをお探しの方におすすめです。続いて7個目のアイテムはこちらのブラウスです。カラーは2色展開で、今回はアイボリーをピックアップしました。スパンコールが散りばめられたり、こうボリューム感のある袖だったり、コンパクトなサイズ感で女性らしさと上品な印象のあるアイテムだと感じました。あまり目にしたことのないような、こう機能感のあるレースが周りと差をつけられるポイントだと思います。続いて8つ目のアイテムはこちらのベストです。カラーは3色展開で、今回はアイボリーをピックアップしました。
柄やフロントのボタンからこうヴィンテージ感がかなり漂うアイテムでした。でオーバーサイズなのでこうステルスフリーで着用可能かつ羽織るだけでコーデのアクセントになってくれるアイテムなのでこの秋本当おすすめです。最後9個目のアイテムはこちらのコートです。カラワニ食展会で今回はチョコオールブラックをピックアップしました。こちらはなんとリバーシブルで着用可能で今出ているシンプルな面ともう一面はデザイナーさんの手書きのイラストをこう大胆にプリントした遊び心と高級感のあるアイテムです。さらに付属のスカーフもついていてアクセントとして今出ているようにコートの上から合わせるスタイルもできるのでほんと一着で何通りも楽しめるもう考え抜かれたコートだなと感動しました。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ということで以上アメリさんの秋服新作のご紹介でした。次のブランドさんはアドマイロペさんです。でもスタイリストさんたちもご用達のブランドさんでシンプルなアイテムの中にちょっとした癖や可愛いデザインあとはこだわったシルエットなど虜になるブランドさんだなと思ってます。そんなアドマイロペさんの新作アイテムの一つ目はこちらのカーディガンです。カラーは3色展開で今回はきなりをピックアップしました。でこの立体感のあるこう刺繍がもう展示会でもひときわ目立つ存在でした。ボックスシルエットなのでどんなボトムスとも相性抜群だと思います。で着るだけで結構華やかな印象のあるカーディガンなのでとてもおすすめです。中に着ているのが2つ目のアイテムでこちらのワンピースです。カラーは5色展開で今回はブラウン系その他をピックアップしました。シンプルなデザインシルエットなのでいろんなシーンで着回せるアイテムだなと思います。続いて3つ目のアイテムはこちらのカーディガンです。カラーは3色展開で今回は新色のサックスブルーをピックアップしました。でこのカーディガンの触り心地がもうまるでこうワンちゃんのようなこもちもちふわふわした素材がもうとてつもなく気持ちよくてもうぜひ皆さんにも感じてほしいなって思いました。であとこれびっくりだったんですけどこう素材的にちょっと私はこう着ぶくれそうなんじゃないかなって思ったんですけどこのいろいろこだわったシルエットによって今出てると思うんですけどそこまで着ぶくれせずにむしろちょっとスッキリ見えしたのでその点も推しポイントです。今回着用しているニットパンツも4つ目の新作アイテムでカラーは2色展開で今回はブラック系その他をピックアップしました。着心地がよくシンプルなシルエットなのでこの秋冬にもう使いやすいアイテムだと思います。続いて5つ目のアイテムはこちらのカーディガンです。カラーは4色展開で今回はオフホワイトをピックアップしました。でこうふっくらとした生地と存在感のあるゴールドボタンが女性らしい印象にしてくれるカーディガンだと思いました。続いて6つ目のアイテムはこちらのカーディガンです。カラーは3色展開で今回はブラックをピックアップしました。でトレンドライクなカーディガンでこうレイヤードスタイルを楽しみたい方におすすめです。でさらにこれこう2ウェイで着用可能なのでお気分だったりスタイリングに合わせて使いこなせる点も嬉しいポイントだと思います。今回中に着用しているこのロンティーも7つ目の新作アイテムでカラーはこちらです。でこのアイテムはこうドイツのスポーツブランドであるエリマさんとのコラボアイテムでもうストレッチ性がかなり抜群で結構タイトなサイズ感ですがストレスフリーで着ることができました。今回合わせているこちらのスカートも8つ目の新作アイテムでカラーは3色展開で今回はブラックをピックアップしました。でこのスカートを本当に持ってみてびっくりしたんですけどかなり軽いのが特徴であとはこのカサカサっとした風合いが独特な素材なのでこうメタリックカラーも相まって取り入れるだけで本当今っぽいスタイリングが完成するなと思いました。続いて9個目のアイテムはこちらのカーディガンです。4色展開で今回はチャコールをピックアップしました。こちらもウェブ限定のカーディガンですでにかなりの注目を浴びているっていうのをプレスの方から教えていただいたアイテムです。ざっくりと編まれたモヘアでさらにオーバーサイズなのでどことなくこなれた雰囲気になれるアイテムだなと思いました。で今合わせているこちらのスカートも10個目の新作アイテムでカラーは3色展開の今回はブルーをピックアップしました。トレンドのこうベロア素材に加えてエンボスプリントが個性的なスカートだなと思います。シルエットはこうアイラインでトップスとの相性がいいのでコーデのアクセントになるスカートをお探しの方におすすめです。続いて11個目のアイテムはこちらのワンピースです。カラーは2色展開で今回はオフホワイトをピックアップしました。でニットワンピースって体型がもろに出てしまうのが多いんですけどこのアイテムはこう適度な張り感があって体のラインを拾いすぎない編み方にされているのでその点がかなり心強いなと思いました。ジップの開け具合で V ラインを作ったりレイヤードスタイルを楽しめたりする点が推しポイントです。最後12個目のアイテムはこちらのカーディガンです。袖が長めなのにこう短丈っていうこの絶妙なバランスが他と差をつけられるデザインかなと思いました。であとはこのモヘアの柔らかい素材感が女性らしさがあってコーデの引き立て役になってくれそうだなと思ったのですごくおすすめです。ということで以上アダム・エロペさんの秋新作アイテムのご紹介でした。次のブランドさんはジャーナルスタンダードさんです。
私的にこうマニッシュさと可愛らしさ、あとはトレンド感をこうミックスさせたアイテムが多いイメージがあって、今回の新作アイテムもそういったラインナップだったなと感じてます。ということで早速新作アイテム2つ目はこちらのブラウスです。かなりこう短い丈感でこうレイヤードスタイルにぴったりなアイテムだと思います。襟や袖口などのフリルが甘さもあるので、カジュアルなアイテムとの組み合わせも今っぽい雰囲気になって可愛いスタイリングになるかなと思います。今回合わせているパンツは新作アイテムの2つ目です。カラーは2色展開で、今回はベージュをピックアップしました。フロントのこのベルトデザインが特徴で、タックインするスタイリングに履きたいパンツだなと思います。履くだけで離れた印象になれるパンツをお探しの方におすすめです。続いて3つ目のアイテムはこちらのジャケットです。カラーは2色展開で、今回はグレーをピックアップしました。肩幅もしっかりあって、とてもマニッシュな印象のあるジャケットだと思います。で、身幅に結構ゆとりがあるので、中に着込めば冬の始まりくらいまでは着回しができるジャケットだと思います。続いて4つ目のアイテムはこちらのジャンプスーツです。カラーは2色展開で、今回はカーキをピックアップしました。カラーによって素材が異なっていて、カーキはナイロン素材でトレンド感がありました。ミリタリーテイストな雰囲気のジャンプスーツで、もうそのまま着るのはもちろんなんですが、上半身の部分を腰に巻いて着用するのもおすすめです。次に5つ目のアイテムはこちらのジャケットです。カラー展開はブルーのみになってます。クロップド丈のノーカラージャケットなので、カジュアルさを少し軽減させて女性らしく使いやすいアイテムだと思いました。最後6つ目のアイテムはこちらのスカートです。カラー展開はブラックのみです。透け感と柄が結構特徴的で、履くだけでかなりこうおしゃれ見えするアイテムだと思いました。なので一癖あるスカートをお探しの方におすすめのアイテムです。ということで以上、ジャンヌルスタンダードさんの新作アイテムのご紹介でした。次のブランドさんはスピック&スパンさんです。私的にスピック&スパンさんはこうスタンダードとトレンドをミックスして、その年っぽさをどんなこう年齢の方でも取り入れやすく作られてるなと感じていて、今年の秋新作アイテムもそういったラインナップだったなと思っています。ということで、まず一つ目のアイテムはこちらのジャケットです。カラーはブラックのみの展開になってます。で、高級感のあるこのビジューとショート丈、あとはこのモールニットの素材によって、とても女性らしさのあるアイテムだと思います。ショート丈に対して袖が長めなシルエットが本当可愛いなと個人的に思ったポイントです。続いて2つ目のアイテムはこちらのカーディガンです。カラーは4色展開で、今回はレッドをピックアップしました。まずこの見てください、発色の綺麗さ、こんなに綺麗な赤見たことあります？ってくらい本当綺麗で、あとはこれ手洗い可能なこうイージーケアが嬉しいポイントで、型崩れもしにくいと思うので、こう綺麗めだけど程よいカジュアル感もあって、こうデニムとの相性がとても良かったです。続いて3つ目のアイテムはこちらのジャケットです。カラーは2色展開で、今回はグレーをピックアップしました。ゆとりのあるサイズ感のジャケットで、もう着るだけで結構こなれた印象になれるアイテムだと思いました。肩の力を抜いておしゃれしてるっていう感じが出るかなと思います。で、袖を折っても裏地が綺麗だったので、その点もおしゃれポイントだなと感じました。あとこの中に着てるニットも新作アイテムの4つ目で、カラーは2色展開で、今回はグレーをピックアップしました。で、本当にこのニットがとにかく可愛くて、コンパクトなサイズ感なので、まあ、取り入れ方としてはこう通常のこう薄手のニット感覚で、こうレイヤードスタイルにもとにかく万能で、特にこのネック部分っていうのが特徴的で、着るだけで本当おしゃれ見えするアイテムだなと感じました。続いて5つ目のアイテムはこちらのジャケットです。カラーはブラックのみの展開です。フェイクレザーの中でも最もこうリアルレザーの表情に近い高級合成皮革を使っているようなので、かなり高級感がありました。形はこう G1 フライトジャケットを今っぽく落とし込んでいるので、マニッシュさのあるアイテムだなと思いました。カジュアルなアイテムとはもちろん、ワンピースなどの女性らしいアイテムとも相性がいいと思うので、ぜひチェックしてみてください。続いて7つ目のアイテムはこちらのジャンパースカートです。カラーは2色展開で、今回はブラウンをピックアップしました。で、ネック部分がこう広めな作りで、顔周りのスッキリ見えが叶うワンピースです。で、シンプルなシルエットなので着回し力抜群なんじゃないかなと思います。で、中に着ているアイテムも新作アイテムの8個目で、カラーは2色展開で、今回はブラックをピックアップしました。で、こういったこうシンプルなトップスっていうのはもう秋に大活躍間違いなしだと思います。で、張り感も結構あるので、こう1枚で着るのはもちろん、レイヤードスタイルにするのもおすすめです。ということで以上、スピック&スパンさんの秋新作アイテムのご紹介でした。次のブランドさんはアングリットさんです。アングリットさんはこうポップなカラーリングやデザインが素敵なイメージがあって、決めすぎずにこうラフにこう自由におしゃれを楽しみたいっていうファンの方が多いのかなと思ってます。そんなアングリットさんの秋新作1つ目はこちらのカーディガンです。
カラーは3色展開で、今回はピンクをピックアップしました。こちらのカーディガンの特徴は、このボタンの近くの部分の仕様がこう二重になっていることで、このさりげないデザインがこなれ感につながりそうだなと思うポイントでした。続いて2つ目のアイテムはこちらのニットです。カラーは4色展開で、今回はサーモンピンクをピックアップしました。透け感とこう柔らかい素材によって女性らしいアイテムだなと思いました。でレイヤードするアイテム次第では、こう長い時期で着回すことができるかなと思うのでおすすめです。あとこの合わせているこのデニムも新作アイテムの3つ目で、リーバイスさんとの別注になります。カラーはブルーのみの展開です。新作デニムをお探しの方におすすめです。続いて4つ目のアイテムはこちらのサロペットです。カラーは2色展開で、今回はカーキをピックアップしました。全体的にこうゆとりのあるサイズで、リラックス感のあるサロペットです。で肩紐があるので、こう長さの調整ができたりとか、あとはサイドに絞りがあるのでウエストマークの調整ができたり、こうシンプルなデザインですが自分仕様にできるアイテムでした。で上に羽織っているアイテムが5つ目の新作アイテムのベストになります。カラーは2色展開で、今回はブラックをピックアップしました。でこのモコモコしたこうルックスが可愛くって、あとはかなりこう四角いシルエットで、あえて肩幅を広めにこう設計されているベストでした。存在感のあるアイテムをこの脇は欲しいという方におすすめです。中に着ているのも6つ目の新作アイテムで、カラーは2色展開で、今回はネイビーをピックアップしました。でテレコっていう厚みだったり腰がある素材で、秋は1枚で着て大活躍しそうだなと思いました。袖が結構長めに作られているので、このたまる感じ、こうクシュッとした感じが可愛いポイントだなと思います。続いて7個目のアイテムはこちらのブルゾンです。カラーは2色展開で、今回はアイボリーをピックアップしました。で一見こうシンプルに見えるんですけど、このボディのところと同じ色で、こうステッチがこう結構細かく入っている点がヴィンテージ感があって素敵でした。で身幅にこうゆとりがあるんですけど、丈が腰骨あたりの長さなので、どんなボトムスとも合わせやすいかなと思います。続いて8個目のアイテムはこちらのワンピースです。カラーは3色展開で、今回はライトグレーをピックアップしました。でこうニットとワンピースのセットのアイテムで、それぞれ分けて着ることができる仕様なので、かなり便利品だなと思います。ニットは柔らかい素材感で、ワンピースはかなり張り感あるので、カラーが白なんですが、透けることを気にせずに着用できるかなと思います。でニットを脱ぐとこんな感じで、綺麗なフレアシルエットになってます。続いて9個目のアイテムはこちらのスウェットです。カラーは3色展開で、今回はターコイズをピックアップしました。古着のメンズサイズスウェットからこうパターンを引用して、とにかくこうルーズでラフに着られるように作られたスウェットです。ヴィンテージライクなロゴや洗い感、あとはカラーリングもビーズド感を楽しめるアイテムだなと思います。でその上に羽織っているのが最後10個目の新作アイテムで、こちらのロングコートになります。カラーは2色展開で、今回はベージュをピックアップしました。でこちらのアイテムはこうリバーシブルなので、今出ているシンプルな面は綺麗めに、でもう一面はチェックデザインになっているので、カジュアルにこなすことができます。ボリューム感のあるこうシルエットが、かなりこうスタイリングをグッとおしゃれに見えさせてくれるコートだなと思いました。ということで以上、アングリットさんの新作アイテムのご紹介でした。次のブランドさんはフリークスストアさんです。でフリークスストアさんはアメリカンカジュアルを軸にトレンドを落とし込んでいて、メンズライカのアイテムからレディーライカのアイテムまで、本当幅広いアイテムを展開しているブランドさんだなと思ってます。そんなフリークスさんの秋新作アイテム1つ目はこちらのブルゾンです。カラーは3色展開で、今回はブラウンをピックアップしました。ボックスシルエットで、このフロントの大きめなポケットが特徴なブルゾンだなと思います。でネックにも結構ゆとりがあるので、ハイネックアイテムとの相性が抜群だなと思います。今回合わせているスカートも新作アイテムの2つ目で、カラーは2色展開で、今回はブルーをピックアップしました。でラップスカートの形で、フロントに見えるチェック柄とサイドから見えるこうシックなグレーの組み合わせが、履くだけでおしゃれ見えするアイテムだと思いました。落ち着いたこう色味のスカートなので、トップスの柄を選ばず着回しやすいチェック柄だと思います。続いて3つ目のアイテムはこちらのシャツになります。カラーは2色展開で、今回はブラックをピックアップしました。デニムのカジュアルさと大ぶりな刺繍のフリルで、甘さもある本当主役級のシャツでした。で1枚で着るのはもちろんですが、このフリルを活かしてコニットやスウェットなどとレイヤードするスタイルとも相性がいいかなと思います。最後4つ目のアイテムはこちらの別注のスカートです。カラーは3色展開で、今回はブルーをピックアップしました。去年も人気だったこの別注アイテムに新色を追加して、今季も登場しています。であえてこの2段のアシンメトリーにすることで、ボリューム感を抑えて、どの角度から見てもこうバランスが良くなるような作りになってて、結構タイトなシルエットですが、ストレッチが効いているので着心地も問題なしのスカートでした。ということで以上、フリークストアさんの秋新作アイテムのご紹介でした。次のブランドさんはユナイテッドアローズさんです。
綺麗めで女性らしいシルエットやデザインが得意なブランドさんだと思っていて、本当大人女子から特に愛されている印象があります。そんなユナイテッドアローズさんの新作アイテム1つ目はこちらのニットです。カラーは3色展開で、今回はオフホワイトをピックアップしました。袖と裾のフェミニンなフラワーデザインが着るだけで華やかな印象にしてくれるアイテムだなと思います。ゆったりとしたシルエットなので、綺麗見えしつつこのストレスフリーで着れる点がすごく嬉しいポイントなのかなと思います。で、今回合わせているパンツも2個目の新作アイテムで、カラーは3色展開でグレーをピックアップしました。シンプルなスラックスなので、こうトップスにどんなこうデザインだったりカラーが着てもコーデのバランスを支えてくれるアイテムかなと思います。続いて3つ目のアイテムはこちらのニットです。カラーは3色展開で、今回はベージュをピックアップしました。で、こちらは着たらこう眠くなってしまうくらい本当に着心地が良くて感動しました。で、ウエストにかけてこうシュッとシャープになっているデザインなので、女性らしい印象のアイテムでした。で、今回合わせているこちらのスカートも新作アイテムの4つ目で、今回はオリーブをピックアップしました。ギャザーがたくさん入っていてボリューム感のあるアイテムだと思います。なんでこう結構コンパクトなトップスとの相性がいいと思うので、ぜひチェックしてみてください。続いて5つ目のアイテムはこちらのワンピースです。カラーは2色展開で、今回はネイビーをピックアップしました。半袖ワンピースだったので、今回は新作アイテム6つ目のシアニットを合わせてみました。カラーは4色展開で、今回はブラックをピックアップしてます。で、このワンピースは結構緩やかなフレアラインがとても綺麗で、さらにこうパフスリームなのでエレガントな印象のあるワンピースだと思います。そこに加えてこの素材がコットンなので、着心地がいいって点もすごく嬉しいポイントかなと思います。シアのこのトップスは秋のレイヤードスタイルに欠かせない存在だと思うので、1枚持っておくのがおすすめです。続いて7個目のアイテムはこちらのコートです。カラーは4色展開で、今回はこちらをピックアップしました。見た目からはもう想像がつかないくらいコートがとにかく軽くて、もうスタッフみんな驚いてました。サイズ感は全体的に結構ゆとりがあって A ラインシルエットなので、中に着るアイテムを選ばずこう使いやすいコートだと思います。最後8つ目のアイテムはこちらのワンピースです。カラーは2色展開で、今回はナチュラルをピックアップしました。深めのこう U ネックが特徴的で、顔周りをすっきり見えさせてくれるワンピースでした。で、デザインやこうシルエットっていうのは結構シンプルなので、どんな骨格年齢の方でも愛用できるアイテムだと思うので、とってもおすすめです。ということで、以上ユナイテッドアローズさんの新作アイテムのご紹介でした。次のブランドさんはビューティー&ユースさんです。綺麗めなアイテムからカジュアルなアイテムまで本当幅広く展開していて、シンプルだけどこだわったデザインにファンが多いブランドさんだなと思ってます。そんなビューティー&ユースさんの新作アイテム1つ目と2つ目のアイテムはこちらのデニムシャツとデニムパンツです。この AW の推し中の推しアイテムだとプレスの方からお聞きしてきました。で、カラーは2色展開で、今回はどちらもピックアップしてます。で、このデニムシャツサイズ感がとにかくよくって、身幅にゆとりがありつつ丈が腰骨くらいの長さで、こうボックスシルエットに本当近いので、ボトムスの合わせが無限大だなと感じました。あとこのデニム、シルエットがめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。で、まっすぐこうストレートで太さも程よくあるので、こう今っぽさも叶えて本当可愛いデニムのシルエットでした。で、着こなし方はミディアムグレーの方はデニムのセットアップでこうマニッシュな印象にしつつ、軽さや女性らしさをプラスするためにシアーをレイヤードしたスタイリングにしてみました。で、コバルトの方はワンピースをレイヤードして柔らかい雰囲気のあるデニムのセットアップのスタイリングにしてみました。このワンピースも3つ目の新作アイテムで、カラーは2色展開で、今回はオフホワイトをピックアップしてます。綿のようなふわふわしたこうフロッキー素材を使っていて、個性的な印象がありつつこう透け感のある柄が上品な印象なので、秋のレイヤードスタイルに幅広く活躍してくれそうだなと思います。タンクトップの形なので、新作アイテム4つ目のベラーのトップスをレイヤードするのも可愛いかなと思います。このトップスはかなりコンパクトなサイズ感なので、秋のレイヤードスタイルに使いやすさ満点かなと思います。続いて5つ目のアイテムはこちらのカーディガンです。カラーは3色展開で、今回はダークグレーをピックアップしました。厚みがしっかりあって、こうシルエットが崩れにくい形だと思います。あとはシンプルなカーディガンなので、こう綺麗めにもカジュアルにもオフィスコーデにもマッチしてくれる優秀アイテムだと感じます。あと今回合わせているこのベロアスカートも新作アイテムの6つ目で、カラーは3色展開で、今回はライトグレーをピックアップしました。シンプルなアイラインシルエットで、そこにこうベロアの上品さ、トレンド感っていうのがプラスされて、この秋から冬にかけて大活躍してくれそうだなと思います。
続いて7個目のアイテムはこちらのファイブブラザーさんとの別注のジャケットになります。カラーは3色展開で今回はこちらをピックアップしました。ファイブブラザーさんとい こうヴィンテージだったりミリタリーに強いブランドさんとのコラボで今年もさらにこのアップデートして登場していました。このミリタリーな雰囲気は残しつつこうフロントのジップのカラーに統一感を出すなど細かいデザインを調整して大人な印象のあるジャケットだなと感じました。秋から使えるジャケットを探しの方におすすめです。続いて8つ目のアイテムはこちらのカーディガンです。カラーは3色展開で今回はブラックをピックアップしました。ジップのカーディガンなのでこう全部開けて羽織にしたり全部締めてニット風に着たりさらにこうジップのこの開け具合によってネックの形や長さでアレンジを効かせることができたりなど本当1個のアイテムでたくさんの着回しができるアイテムだと思ったのでおすすめです。最後9個目のアイテムはこちらのジャケットです。カラーは2色展開で今回はベージュをピックアップしました。でサイズ感がジャストサイズから少しこうゆとりがあるくらいなので綺麗めな印象のあるジャケットでした。今回のようにカジュアルな印象のデニムとの相性が結構よくって綺麗めとカジュアルのミックスコーデがお好きな方やあと甘さのあるスカートとのスタイリングも素敵だと思うのでそういった方にもおすすめのジャケットです。ということで以上ビューティー&ユースさんの秋新作アイテムのご紹介でした。はい、では次のブランドさんはスロヴィーナさんです。 ZOZO タウンでも大人気で切れ目からカジュアルまで幅広いラインナップで素敵なアイテムを取り揃えているブランドさんで私も本当好きなブランドさんの一つです。そんなねスロヴさんの一つ目と二つ目の秋新作アイテムはこちらのカーディガンとラメスカートです。まずカーディガンのカラーは3色展開で今回はアイボリーをピックアップしました。でシンプルなシルエットでこうどんなコーデにも取り入れやすいのはもちろん手洗い可能でシワになりづらいっていうのが特徴のポリエステル 100% を使用しているということでもう機能性も抜群なアイテムです。で肉厚なカーディガンなのでこうブルゾンのような感覚で使用できるアイテムだと思うのでこの秋大活躍するんじゃないかなっていう感じです。次にスカートですがキラキラとしたこのラベがトレンド感ありつつこうアイラインシルエットなので使いやすいアイテムかなと思います。で中にこの履くペチコートの下にこうチュールがついているっていう特徴があって女性らしさが際立つアイテムだと思ったのでこういったキラキラとしたトレンド感あるアイテムを探しの方ぜひチェックしてみてください。続いて3つ目と4つ目の秋新作アイテムはこちらのブルゾンとレーススカートです。アウターのカラーは2色展開で今回はキャメルをピックアップしました。でややこの光沢感のあるポリエステル素材なのでフェミニンからカジュアルまで幅広くマッチする使いやすいブルゾンだと思いました。あとこう裾にこうドロストがついているのでその日のスタイリングとかに合わせて調整できるのでその点もおすすめです。で次にレーススカートですがカラー展開はこちらです。透け感のあるアイテムでスカートとしてはもちろんこう女性らしさもありつつレイヤードスタイルにも相性のいいアイテムだと思ったので今年の秋はレイヤードしたよって方におすすめです。次に5つ目と6つ目の秋アイテムはこちらのカーディガンとパンツです。でまずカーディガンのカラーは2色展開で今回はピンクをピックアップしました。遊び心のあるキャッチーなメッセージを刺繍したカーディガンです。で結構文字が小さめに入っているのでこう大人でも取り入れやすいアクセントになるアイテムだなと思いました。次にパンツですがカラーは2色展開で今回はネイビーをピックアップしました。こちらもこうイージーケアが叶う美脚パンツでこうスタッフさんにすごく人気ってお聞きしたんですけどもう履いてみた瞬間にこの人気な理由がすごく実感できたアイテムです。美脚パンツ探しの方はぜひチェックしてみてください。ということで以上スロヴィーナさんの秋新作アイテムのご紹介でした。では次のブランドさんはトゥデイフルさんです。でおしゃれって一言ではもう言い切れないこうシルエットだったり柄あと素材などなんかこう癖になるアイテムが本当いっぱいあってファンも多いブランドさんの一つだと思います。私もねその大ファンの一人です。そんなトゥデイフルさんの一つ目と二つ目の秋新作アイテムはこちらのジャケットとパンツです。こちらはセットアップでも着用可能でカラーはそれぞれ2色展開で今回はクリームをピックアップしました。で実はこれあのリアルバイしているアイテムで展示会にお伺いさせてもらってもう一目惚れで即買いしちゃいました。花柄の刺繍とこのベロアの素材がもうほんと他にないデザインですよね。でジャケットもこうシャツ感覚で取り入れられるようなこうリラックス感があってもうこの秋ヘビロテ間違いなしだなって思ってます。でパンツもデザイン性やこうリラックス感っていうのはもうジャケットと同じくもうさらにこう全部ウエストがゴムなのでおしゃれさっていうのは保ちつつこう気をこう張ることなく着用できる点も推しポイントの一つです。で今回インナーに合わせているのも3個目の新作アイテムでカラーは3色展開で今回はこちらをピックアップしました。
で今期秋冬でもシアーっていうのがトレンドっていうところで、今期新しくねこういった夏っぽいのかなって思いつつも、こう色味が秋冬らしいものなので、中に着るアイテムでこう調整してシアーを入れるっていうのが今年っぽいトレンドの着こなしになるので、こういったアイテムもぜひチェックしてもらいたいなと思ってます。で次に4つ目と5つ目の新作アイテムはワンピースとシャツです。でまずワンピースですが、カラーは3色展開で今回はこちらをピックアップしました。でこちらはスクエアネックが特徴で、ボディラインを拾うシルエットになっているんですが、一見ちょっともう本当に体のライン拾いすぎてどうしようって思ったんですが、着てみたら意外とこう張り感があってストレッチ性もあるので、そこまでこう嫌な体のラインを拾うってわけではなくて、いい意味でシルエットを綺麗に拾ってくれるワンピースだったので、すごくおすすめです。次にシャツに関してですが、カラーは3色展開で今回はこちらをピックアップしました。でこれはタン丈とこう張りのある素材が特徴で、今回のようにワンピースやハイウエストのボトムスとの相性がいいアイテムだと思います。身頃のこの着丈から少し見えるこのポケットのデザイン性が可愛いシャツだなって思ってます。6つ目の新作アイテムはカーディガンです。でカラーは3色展開で今回はこちらをピックアップしました。これはかなり短めのタン丈のデザインで、なんか1枚で着るっていうよりはやっぱり今季らしいこうレイヤードスタイルに欠かせないアイテムだと思うので、ぜひチェックしてみてください。ということで以上、テレフルさんの秋新作アイテムのご紹介でした。ということでいかがだったでしょうか。かなり情報量もりもりでお届けしたんですが、皆さんが欲しいと思う秋服に出会えてくれたらとっても嬉しいです。また私たちチャンネル登録者10万人に向けて日々奮闘中です。もしもまだチャンネル登録をしてないよっていう方は、これからもこう新作アイテムだったりいろんなアイテムの情報をお届けするので、ぜひ登録お願いします。明日はフェミニンテイストがお好きな方に向けた動画も配信するので、そちらもぜひ見ていただけると嬉しいです。ということでこの動画が参考になった方は高評価と温かいコメント大歓迎です。あと私のインスタとウェアもあるので、ぜひフォローお待ちしてます。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。